日本児童文学者協会賞は、社団法人日本児童文学者協会が、児童文学の創作、評論、研究の優れた単行本に対して毎年与える賞。対象作品は、前年の1月から12月に刊行された単行本。前進として1951年から1960年まで9回に、わたって、雑誌掲載作品も、賞の対象とした、 児童文学者協会児童文学賞があった。他に1968年からの日本児童文学者協会新人賞がある。一人で二度受賞することも少なくない。本賞のほか特別賞が与えられることがある他ジャンルやグレードにより複数受賞の年もある。野間児童文芸賞と並び児童文学の代表的な賞であるが、野間児童文芸賞は 前年8月から当年7月が対象で、年度賞としては唯一のものである。なお、日本児童文学学会による日本児童文学学会賞というのもあり、これは研究に与えられるものである。該当作がなかった年が2回あったが、年度のベストを決める賞に、該当作なしはふさわしくないという意見が1997年の折に出て、その後、 必ず受賞作を決めている。日本児童文学1997年8月号。ありがとうございます。